さあ、ホンダのブースに来てですね、はい、やってきました。やっぱりこいつがあると思いました。はい、トランザル。はい、私としてはですね、あの思い出深い名前だし、はいはい、あと排気量今回は750、細かく言うと 754cc ですね。はい、今ねアフリカツインとか、はい、当然ねあのリッタークラスのアドベンチャーあるけれど、はい、昔はねこの750っていうクラスの、はい、やつが最も大きい7班ビッグオフローダーみたいな感じだったんだけど、はい、今回はまあミドルクラスのアドベンチャーということで、実際にはね、はい、アフリカツインとかよりももっと取り回しが良くて、アドベンチャーをねいろいろいけるんじゃないかなと、一回り小さく楽しめる、そうそうじゃないかなと思って、気になるのは足つき、はい、だってアフリカツインめちゃめちゃいいじゃない、足つき、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、ね、あの大きさなのに、それをね足を長くして本格的にね、はい、したらどうなるのかっていう、まずは足つきチェックでしょう、はい、ということで、はい、身長168センチの丸山宏からまた狩りをしてみたいと思います。はい、それではどう、シート高が850ミリとなっております。850、はい、なので決して低くないですね。はい、あどうですか、あのね車重感が足もサスペンションもストロークするから、はい、こうやって足を伸ばした時にすごくね足つく感じがね、はい、実際のシート高よりはなんかつく感じがある、はいはい、だけど両足のつま先はやっぱりギリギリツンツンになるから、え丸山さんの身長で、そう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 、ま、ということはやっぱりアフリカツインよりはちょっとシート高は上なんだけど、はい、でもね車体の全体のボリューム感は全然スリムです。そういった意味では長い足でよりアクション、はい、アクションするには実はトランザルプの方がいいんじゃないかなと、はい、飛んで跳ねてガレバを越えて乗り越えて遥か遠くまで行く、はい、そんな車両になってるんじゃないかなと思いますよ。作りはね、作りは至ってシンプル。アフリカツインって今スイッチがすごいとかものすごいんだけど、すごい充実してますね。それも結構シンプルな作りだし、ステム周りとかこのフロントのフレームに当然カウルがついてるんで、はい、ステアリング自体の重さはないわけですよ、はい、でフロント周りがさらに軽く作られてるんじゃないかなということで、走破性、はい、ダートの走破性はかなり良いんじゃないかなというふうに思ったのが、はい、トランザルプ。でもね足つきだけは、はい、足つきだけは本当にギリギリ、足つきだけは本当ギリギリ、丸山さんがつかないなら私つかないと思うけど一応またがってみます、うん、身長160センチの小鳥ちゃんがまたがっています、はい、どうぞどうぞ。こちらは他の展示車と違ってがっしり固定がされてないので、はい、普通のまたがりができるんです、うん、よいしょ、なんとかなりそう。だってこれはステアリングが切れたまま、うん、切れないようになってる、切れないようになってる、はい、シートコはですね足は、はい、つきません、うん、そこはちょっとアフリカツインがあの大きさでありながら母子球までついたっていう、あそこが驚きがあったので、ちょっとそこについては身長が160センチ前半の方だとちょっとハードルが高く感じるかもしれません。ただ先ほど丸山さんが言ってたように、もうなんだろうな、走ってジャンプしてガレバ越えてピョーンとかするんだったら、実際車重自体は200キロちょいなので、こっちのトランザラプの方がその辺の操作性はいいんじゃないかなって思います。そうね、はい、あとはこのスタイリング周りとかも普通に比べると本当にスイッチ類とかも少ない分、なんだろうな、重さが本当にない。はい、そうですね、近頃ね、はい、あのビッグアドベンチャーはフラッグシップになっていってるので、はい、全体的に豪華装備なんですよ。で、あの豪華装備のまま、はい、俺は崖から落としたくないという恐怖感で実は楽しめなくなっていっちゃってるんだけど、はい、もうちょっとシンプルにこうやって作ってくれればね、はい、もっともっと本当にハードなね、ところに駆け抜けていくのにはすごくいいんじゃないかな、はい、それではスペックの方の紹介をしておきたいと思います。
はい、XL750 トランザルプ、エンジンは水冷4ストローク OHC4 バルブ直列2気筒、総排気量は 754cc、 最高出力は113馬力の9500回転、シート高は 850mm、 車両重量 208kg、 価格が126万5000円となっております。はい、ということで、冒険に出るのに、本気で走るのに、はい、実はこの 750cc っていうねクラスがまた見直されていくんじゃないかなと、はい、そんな中でホンダのトランザルプの名前が復活しました。はい、ぜひ東京モーターサイクルショーでも見ていただければと思います。あとすいません、最後また上がった時に言うの忘れてたんですけど、シートがめちゃくちゃもちもちです。他のね最近出てるホンダさんの車種の中で一番シートがもちもちだったんで、それはぜひ、実車をブースでまたがった時に体感してもらえたらなと思います。以上、こちらホンダブースからトランザルプのご紹介でした。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さらに NSTV ではチャレンジ女子アナ、男子キャスター、そして番組制作スタッフを募集しております。また NSTV 制作委員会のご参加応援もよろしくお願いします。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。